ニャンバローは大阪市交通局で2011年から2018年までと大阪市高速電気機動で2019年から使用されているマスコットキャラクターである。レインボーファミリーに変わる形で2011年9月12日に登場したキャラクターである。ニャンバローは猫キャラ語で頑張ろうという意味である。大阪市交通局のマスコット時代は 花の部分は大阪市の市長でもある身を尽くしをかたどっており、エンジョイエコカードの懸面にも描かれていた。市営地下鉄や市営バスといった市営交通機関を広く知ってもらうための広報を行っていた。2018年3月31日に一度は引退したものの根強い人気があったことを踏まえ、本家らの著作権を大阪市から引き継ぎ、 花としてデザインされた大阪市長である三尾尽くしの削除と服装の制服を大阪メトロに準じたものに変更した上で大阪メトロで2019年6月1日に御堂筋線天王寺駅で開催したイベントから復活した大阪メトロの関連団体にはナンバーウォーク所属のナンバーワンや大阪メトロサービスに所属する大阪ピタパマスコットのピタポンモーリ ヤンバローの同僚キャラでもあることから、イベントで一緒に活動しやすい傾向にある。ありがとうございます。